12月8日発売予定ニューアルバムアライブ&キッキングから大好きな君へ聞いてもらいました。はい。どうですか？なんかこの時期、そうですね、クリスマスってここからはあですよね。そう。なんか、あ、なんかあの、雪つーか、キラキラって。そうそうそう。この時期に一番聞きたいみたいな、ね。そう。で、でね、曲は明るいんだけど、歌詞が切ないんだよ、これ。男の子の、そう、男の子の気持ち、完全に男の子サイドで歌った僕っていうのって、私の中では結構数少ない感じの、ね、割と中性的な僕の意味で使ってたりするから、で、ね、でそれでこう振られた後の気持ちで、はい、こう強がっちゃって、はい、本当は大好きなんだけど、大好きってこう言わないっていうかさ、本当はね、彼女とね、ラブラブな感じの日々を過ごしてたい気持ちなんだけど、やめろよそういうの照れくさいからさみたいな、とか、あとなんかこうお祭り騒ぎ、はい、こうクリスマスとか誕生日とかで、はい、そういうのがもうなそんなことで喜んじゃって子供じゃないんだからみたいなことを言いときながら、いざねいなくなってみて、はい、その彼女の大切さっていうか、その時に一人になってみて、ね、はい、あ、こんなに寂しいもんだったんだなって言って、改めてこう感じる男の子の気持ちっていうか、はい、なんか女の子もあるじゃない、そういうのってわかるし、はい、で、あのちょっとなんかこうめめしいのかなと思うけど、その君に自慢できるような幸せをいつか僕もこう手に入れるよみたいなこと言ってみたりしてね、で、はい、で次恋する人はこう君に似た人をまた好きになっちゃうのかなとかさ、思っちゃう時なんですね、とかね、でそれでまた同じようなこと繰り返して、その、まあ、その悪い癖っていうのがまあちょっと一つのテーマだったり、はいはい、キーポイントだったりするんだけど、はい、その前のドラマでも出てきたと思うんですけど、はい、その癖、その癖が理由、原因で別れちゃったんだけど、今の僕にはそれがわからないのよ。何が彼女を、その別れるっていう方まで行ってしまったのかとか。で、君に会うのは僕だって思い続けてたいんだけど、そうじゃなかったんだなっていう、その切なさっていうかさ、はい、もうなんかね、いいんだよね、あ、恋愛、いいね、みたいな。いいですね。そう、だからね、この時期にね、こう、ぜひ聞いてもらいたいし、なんか聞けば聞くほど切なさが増してくるっていうか、はい、その曲と、その詩の世界がどんどんリンクしてくる感じなので、あの、ぜひ繰り返し、はい、冬の夜に、ちょっと寂しくなっちゃったかもしれないけど、繰り返し聞きたいですね。うん、なので、はい、ぜひぜひ皆さん、あの、聞いてください。はい、アルバム楽しみにしててください。はい、感想も聞かせてね。お送りしたのは、大好きな君へでした。